受験生の皆さん、こんにちは。清泉女学院社会科の北宮と野沢と山内です。突然ですが質問です。ここはどこでしょう？はい、じゃあ行きましょう。はい。正解は学校の中です。清泉女学院は戦国時代の1512年に建てられた玉縄城というお城の跡地にあります。さっき私たちがいた場所はお城に攻めてくる敵を見張っていた諏訪岩という場所でした。玉縄城は小田原城の主として有名な北条氏が建てました。実はこのお城は戦で一度も落とされたことのないとても縁起のいい城なんです。なんとあの上杉謙信も武田信玄もここを攻め落とすことはできませんでした。さてここで受験生の皆さんに三代玉縄城主北条綱重のエピソードを紹介しましょう。彼は戦の時にどんな不利な立場にいても勝った勝ったと味方に叫んでいました。そして敵よりも兵力が少ない中一度も負けることなく戦い抜いたのです。受験生の皆さん、今の状況なんて運が悪いだろうと思うかもしれません。でも気持ちで負けないでください。気持ちで負けないでいればどんな状況でも、必ず状況は変わってきます。せーの、頑張れ受験生。この玉縄城清泉女学院の力、皆さんを応援しています。